何しとった方がいい？尾形君に言ったら趣味でやっとった方がいいやと。ああ、あの尺八の先生、うん、なんかコツ教えてもらった？全然、ね、口がさ緊張して思い切り吹くと絶対出へんな、うん、あの辺がコツやろな、うん、平常心で強く吹いてもダメやし、弱く吹いてもダメやし。え？強く吹いても弱く吹いても。そうそう。そう。そのピンポイントで、ツボにはめなあかんから、割とそれが狭い、しのぶ絵よりも。それは結構面白いな。生徒が来んな。